ページワンベジモグページモリパクパク野菜を食べよレッツサンベジ。何その歌、ケンコのオリジナルソング？え、クラちゃん知らんの？この歌は野菜を食べようっていう倉敷サンベジプロジェクトの歌よ。あなたはサンベジプロジェクトの申し子、サンベジちゃん。健康になりたいか？健康になりたいやつ、全員ついてこい。いきなり来ちゃったよ。っていうか、サンベジプロジェクトって何なのさ？サンベジプロジェクトっていうのは、自然に健康になれる3つの野菜の食べ方のことで、倉敷市が生活習慣病の予防に向けて進めているの。サンベジっていうのは、野菜を一番に食べるベジワン、野菜をよく噛んでゆっくり食べるベジモグ、そして野菜を1日 350g 程度食べるベジモリのこと。糖尿病や高血圧などの生活習慣病の予防につながるんよ。インスタグラムでサンベジレシピも紹介されているわ。これを参考にするとサンベジの実践がしやすいからおすすめよ。うわー、美味しそう。いろんなレシピがあるから早速試してみたい。ちなみに学校やスーパー、飲食店でもサンベジの輪が広がってるねんで。今サンベジが盛り上がってきているのか。そうやね。給食だよりでサンベジを話題にしたり、スーパーの野菜商品にサンベジシールを貼ったりして、サンベジを意識しやすい取り組みがされているねん。サンベジの歌まであるから親しみやすいね。この歌は倉敷作陽大学の協力で完成したの。さらにサンベジソングに新たに振り付けが完成したから、今日は健康に踊ってもらいます。サンベジちゃん結構無茶ぶり言うね。でもまあ、みんなにサンベジ覚えてもらうためにも一丁踊ってみますか。野菜を体全体で表現したり、サンベジの3つの食べ方を表した振り付けがあるから、みんなも一緒にやってみよう。